だそういう意味ではさっきお話伺いましたけども、まあ、貴乃花がいたり、はい、曙がいたりってあの時代は本当にそういう意味では番数もですけどそれ以上に中身中身ですね。今の 若者がもう15番20番がいてもはあ疲れてるといい顔せんの、うん、それで勝てないよ。あ、うん、さあ土俵上がここで制限時間いっぱいになりました。5勝3敗の琴光月です。対するは今場所活躍が期待された関脇の鶴竜ですが2勝6敗で今日9日目を迎えています。踏み込みは琴光月、十分の上手を引きました大関、足が出ました、寄り切りました、琴光月の勝ちです。何かこう7日目あたりから非常に相撲内容もそして気迫も乗ってきました琴光月です。向正面の舞の海さん、はい、何かこう一つ気合が中盤あたりから入ってきてる感じがしますね。うん、そうでもないですか。そうでもないですけど、まあ、今日は得意のこの左上手をスムーズに取れましたよね。はい、ここで鶴竜もね一か八か右からの下手投げでですね、うん、思い切って足を跳ね上げるように一発投げてほしかったですよね。あ、なるほど、ちょっとなすすべなしというところですかね。そうですね、うん、ただそれだけ、まあ、琴光月のこの四つ身の型がですね、はい、よかったんですよね、うん、上手がっちり引きつけてますしね、はい、右はかいな返してますからなかなか、ね、ここからこう身動きできないという気持ちも分かるんですよね。まあ、しかし全勝の横綱とは3つも差がついてますんでね、あれなんですが、ただ横綱戦が当然ですけどもあるわけですからね。はい、はいはい、そうですね、今この横綱がですね、はい、2人も突出して強いですよね。はい、このそういう場所がですね何場所も何場所もまあ続いていくのもいいんですけども、はい、やはりファンはですね大関陣の中から三役陣の中から誰かねこの優勝パターンを優勝争いを壊してほしいなと、うん、誰か参加してほしいなと思ってくるわけですよ。そうなりますね。